どうも、続きでーす。皆さん元気ですか？はい、というわけでめちゃくちゃ暑いいい天気でございます。今日もね、元気にやっていきたいと思いますよ。今日はこのバットを持っているということはバッティング編です。知っているだけで打率が上がるバッターボックスの立ち位置についてお話ししていきます。今日はかなり細かいお話です。これね、知ってるだけで本当に打率変わります。本当です。ですので、ぜひですね、この動画最後までご覧になって、実際自分の試合の時に使ってください。これを知ってるチーム、知らないチームではね、全然また試合のやり方変わってきます。流れとかも変わってきますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、では早速やっていきましょう。はい、ではですね、バッターボックスの位置ですね。まずね、あの初心者の方とかって基本的にどこに立ったらいいのっていうふうに思ってると思いますので、まずは基本的なバッターボックスの立ち位置をご紹介します。まず基本的なオーソドックスなバッターボックスの位置はここに、このホームベースありますよね。鈴木が喋ってると絶対動物がやってきます。はい、このホームベースの本当中心ですね、この中心のところに自分のバットの先っぽをこう置きます。で、両手で持ってますよね。その時にこの両足の間にこう来るように、まあこうなったりこうなったり変な感じすると思うんで、ゴルフのね、こうパチーンってやる時みたいな感じで、ここに基本的には合わせましょう。この立つ位置もこうなったりとか、こんな風に遠くなりすぎないで、だいたいこういい感じに先っぽがついて、両足ここに構える。そしてこのまま構えるっていうのを初心者の方にはおすすめしてます。まあ、ここがね、基本的にインコースアウトコースどこでも対応しやすいかなっていう位置になってます。で、こっからなんですけども、まあ、多くの人はだいたいこの真ん中に立ってると思うんです。でもバッターボックスってご覧の通り、こっからここまでだいぶ幅ありますよね。これを試合中に活かせてますかっていう話なんです。前に立ってみたりとか、オーソドックスなこう真ん中、そして後ろに立ってみたり、はたまたこのベースに近づいて立ってみたり、ちょっと離れて立ってみたりね、この意外と広いこのバッターボックスの中をどのように意識して使えてるか、それを今回ね、詳しくバッターボックスの立ち位置についてお話ししていきます。じゃあまず前に立つことによってどんないいことがあるのか、そしてどういう時に実際前に立つのかっていうお話しします。まずですね、バッターボックス一番前で、前の方で構えるメリットをお話ししていきたいと思います。まず前に立つことによってフェアゾーンが広くなります。だからフェアになる確率が高くなるってことですね。例えばここでね、バントします。バンって真下に落としただけでもフェアになります。これがですね、例えばめっちゃ一番後ろでバントしましたって感じにしてしまうと、やっぱりファールになってしまいます。なのでバントするときはなるべくバッターボックスは前でバントした方がいいです。次にピッチャーが、まあ、ライズボールとかドロップボールとか投げてきますよね。変化球を投げてきたときに、上がりっぱなとか、まあ、落ちっぱなみたいな感じで、まあ、多少ですね、ボールが変化する落差が少ないところで打つことができます。私が現役の時にですね、試合中に、まあ、すごいねピッチャーの方がいまして、球もその人速かったんで、すごいバッターボックス後ろに立ってたんですよ。バッターボックスの後ろに立ってみんなもうやられてたんですね。全然ライズも打てない、ドロップも低いのに、すごい低いのに空振りしちゃう、もうワンバンぐらいになっちゃうのに見極めができないみたいな感じになってたんですけど、まあ、監督がね、一言、もう一番前に立てと言って、次の打席一番前に立った先輩はですね、いきなりホームラン打ったんですね。
もうそのまさにそのライズボールの上がりっぱなをバーンって打ってホームラン打ったっていうね、あの経験があります。なので前に立つっていうのはね、後ろに立つのに比べればかなりピッチャーからの距離が縮まりますんで、タイミングはねより早く取ったりとか、スピードはより早く感じます。なんですけども、そこがうまくクリアできれば変化球の曲がりっぱなしをね、多少変化の少ないところで打つことができるんで、まあ、その辺は前に立つメリットです。あともう一つのメリットが、例えば普通に真ん中で構えて振ってる時にすごい自分のタイミングが早くてまだボール来てないのに振ってしまってファールになってる場合とかは、自分が前に来ることによってタイミングを合わせやすくできます。まあ、よりピッチャーに近づくんでボールをね早く感じることができるので、まあここで構えてたタイミングのままここで打ったらちょうど合うっていうこともあります。後ろで構えるメリットについてお話します。このバッターボックスの一番後ろで構える一番のメリットは、より長くボールを見ることができます。だから早いピッチャーの時とか特に少しでもボールを長く見れるように後ろに立つで、後ろに立つことによって前に立つよりかはストライクとかボールの、まあ、見極めがやりやすくなると、そういうメリットがあります。で他にも例えばランナー1塁にいる、2塁にいるで盗塁のサイン出てるっていう時に、自分が後ろに立つことによってキャッチャーのうちも後ろになります。その分ね盗塁を刺しに行く距離がね稼げますから、セーフにねする確率がちょっと上がります。まあ、そんな感じでバッターボックスね立つ位置によっていろいろメリットデメリットがあります。じゃあここで問題です。例えばバントのサインが出た場合、バッターボックスの前に立った方がいいのか、後ろに立った方がいいのか、どっちの確率が高くなるかっていう話ですね。どっちでしょう。はい、正解は前です。さっき言いました。このね、前に立つことによってフェアゾーンが広くなります。なのでバントのサインが出たらなるべく前でバントした方がいいです。ただですね、あからさまにさっきまでここで構えてたのにね、あ、バントのサイン出たってやってしまうと、うん、あれどうした急にってね、勘のいいキャッチャー、勘のいいピッチャー、サード、ファーストだったら、あ、もしかしてバントするかもって思ってしまうんで、そこはねやっぱこう勘づかれないように勘づかれないようにちょっと前に行くとか、まあ、その前からねバントのサイン出そうやなと思ってたら最初からちょっと前めに構えとくとかね、まあ、その辺の駆け引きは大事です。はい、では次の問題いきます。自分が例えば真ん中で構えてて振ってたらすごい振り遅れてる、振り遅れてんな今日って思った時、バッターボックスの前に立った方がいいのか、それとも後ろに立った方がいいのか、どっちでしょう。正解は後ろです。なんでか分かりますか。さっきも言いました、ここで構えるよりちょっと後ろで構えた方がちょっと稼げますよね、距離を。ちょっとボールを見る時間が長くなるので、振り遅れてる時は後ろで構えて打つようにするとタイミングが合ったりします。じゃあ次の問題、これも真ん中に立ってスイングしてたらすごい引っ張ってばっかりでボールがすごい来ないな、自分が思ってるポイントより全然来るの遅いなと思った時に、バッターボックスの位置を前にした方がいいのか、後ろにした方がいいのか、どっちでしょう。正解は前です。さっきも言いましたけども、前にすることによって距離が短くなりますから多少速く感じることができます。なので自分のスイング変えなくても、自分のバッターボックスの位置を変えるだけでタイミングが合ってきたりします。なのでそんな感じでバッターボックスの位置ってめちゃくちゃ大事なんですよ。これね本当に
知らないというか、何も考えずに大体いつもここやしとかね、思わないでランナー一塁の時はどこに立つべきなのか、ランナー二塁の時、二三塁の時、満塁の時、どういうサインが出た時はどういう位置に立った方がいいのか、それをすごく考えてやってみてください。もっとソフトボール面白くなります。今、まあ、前と後ろの話しました。これにプラス近づくのか、そしてちょっと遠くに立つのか、これもまた奥が深いんです。まあ、ここまで話してしまうとちょっと話長くなってしまいますので、今回はもう分かりやすく前に立つのか後ろに立つのか、まあ、大体試合やったら3打席か4打席ぐらい回ってくるじゃないですか。その中で1打席目は自分はどうだった、詰まってた、それとも振り遅れてたのかとか、ライズ見えてたのか、ドロップ見えてたのか見えてなかったのか、チェンジアップタイミング合ってたのか合ってなかったのかとか、すごい考えて、じゃあ2打席目ここに立とう、3打席目ここに立とうっていう風に変えてもらうと、またそこで自分がどういうバッティングしていくのかっていう、どんどん変わってきます。いつも同じところで打ってるじゃなくて、考えてやってみてください。そうするともっとソフトボール楽しくなりますからね、ぜひいろいろ試してみてください。はい、というわけで暑い中頑張りました。ぜひ参考にしてみてください。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。